今月16日、神石高原町小畑の旧役場付近で開催されたのは、三和フリマです。三和フリマは買い物を支援するほか、コロナ禍で失われた地域の交流を取り戻すことを目的に、三和地区の自治振興会で作る三和共同支援センターが初めて開催しました。会場では日用品や手作りのお菓子などが販売されたほか、地域で活躍する神石踊り子隊キラキラ星がよさこい踊りを披露し、観客を楽しませていました。三和フリマは今後毎月第3土曜日に開かれる予定で、次回は来月21日です。